うわーすごい、太陽がね赤い、あの煙でね、多分火事の煙でなんか赤くなってる。うわー今日外出たらねキャンプ場の匂いがする。めっちゃ空気が悪い。うわー空がすごい色になってる。ちょっとねカメラやったら映らへんかもしれんけど、ちょびっとね霞がかってるんですよ。とか見えるかな。これ霧じゃなくてね煙ですね。今日の空気ひどいです。めちゃめちゃ綺麗。いやでも外のねめっちゃ煙たいけど、外いたら、いやでもなんか周りが霞がかってるもんな。まあ、さっきも言ったけどあっちの方とか見たらね。どうもケントです。今はねめちゃめちゃ秋晴れの気持ちいい日です。で久しぶりにね外に出てきました。っていうのも皆さんご存知の通り、ここら辺の近くのねあのナパカウンティとかソノマカウンティって言ってあのワインで有名な場所があるんですけど、そこで山火事が起こってましてですね、もうかれこれ1週間ぐらい経ちますね。それでまああのちょっとこの1週間大変だったんですけども、まあ、そんな話をね簡単にちょっと今までね話すことできなかったからちょっと簡単にまとめてねあのビデオにしてみようかなと思います。でまず最初にですねあの、まあ、僕がこの前ドローン飛ばした動画あったじゃないですか。あの時の夜から山火事が広まり始めたんですけども、確かにねあの時はねもうこんなすごいいい天気で、夜ぐらいからね風が強い、ビュンビュン強くなったんですよ。でそれがねあのまあ火事のね、あの最高のなんかコンディションになったのかなと思ってるんですけど、今から考えたら。でもこの1週間っていうものも、もう煙臭くて、もう外行くにしてももう咳込むぐらい、すごい、もう外がね、霞がかってて、もうだいぶね、これ深刻な状況やなっていうようなのが、もうだいぶその火事の現場から離れてても分かるような感じだったんですけど、もうほんとね、こんな感じでちょっとビデオも撮ったんですけど、あの灰がねそこら辺いっぱい飛んでて、で車にもねいっぱいつくぐらい、そんな状況だったんですよ。で確かね1991年にオークランドに同じような山火事があったんですけど、それとかなり似たような状況で、僕その時からこっちいて、知ってるんですけど、空気がねすごい薄いんですよ。とにかく酸素という酸素がね燃えて、酸素が薄くなってるっていう状況で、あ確かね PM2.5 もものすごい飛んでるとか言って、あんまり外出るなっていうふうに言われてまして、何だっけな、あのあそう北京と同じレベルとか言って、だから北京ってやっぱりすごいんやろうなとか、それちょっと実感しましたけどね。あの匂いちょっと毎日続いてるのとすごいなとか、あの逆にそういうことを気づかされましたけども。で子供たちの学校もねかわいそうに言うと、外に出るなっていうふうに言われたらしくて、休み時間とかねランチタイムとか普段外に出してもらえるんですけど、そういうのも1週間一切なしで、ずっと部屋の中で閉じこもりっぱなしって言って、で金曜日とかも学区全校閉鎖とか言って、で自宅で待機しないといけないとかね、そういうことがあったんですけど、でも今日はねなんか今朝ニュース見たら、だいたい 50% から 60% とか日が収まったとか、そういう話は聞いてますけど、まだちょっと油断はできないなって状況が続いてるので、ちょっとねいつもね窓は閉めてエアクリーナーをオンにして、生活してるんですけど、なんとかねこう外に出て普通に空気が吸える状況にまでなっています。ということでちょっとコメントにいろいろ心配していただいたコメント書いていただいたんですけども、本当ありがとうございます。僕は大丈夫です。まあ今後どうなるか分かりませんけど、なんとか無事にしてますんでありがとうございます。ということで今日はサウサリードで火事について、お話をさせていただきました。それでは。